わかったぞ。ヒントはあのタヌキだ。どっかに隠された暗号文から他を抜けば、きっと意味のある言葉に。で、その暗号文とやらはどこにあるんだ。ひょっとしてあの飾りゴマの中に何かが。 X 線で透視してみたが何も見つからなかったぞ。おい貴様、何か隠してるだろ。何も隠してなんかいないよ。そうか、ボスは昔漁師だったのかもしれない。だったら何なんだよ。もしかしてボスがコーヒー。やっぱりボスは黒なんだ。ああ、そうかもな。行く。ブラウン管のテレビ。いろんな。爆発は。リボル。万力で固定されていて動かせ。リボルバーだ。
弾は入っていないようだが。とりあえず撃ってみてくれ。わかった。撃つぞ。やはりこのままでは意味がなさそうだ。銃弾か。この部屋のどこかにあるのか。蝶の図鑑のようだ。全身が映る大きさの鏡。手術台のようだが。寝心地はどうだ。最悪だ。殺されるのか、人体改造されるのか、そわそわして気が気じゃない。ダメだ、立て。くそ、いっ。ブラウンか。蝶の図鑑。ただの ロッカー。こうか。3分を切ったわよ、伊達くん。ドラム缶だ。ダメだ。まあ無理。ドラム缶。何かに使え。リボルバーだ。モデルガンではないのか。ああ。さっき取った銃弾は使えないか。よし、いけそうだ。撃つぞ。
一体何だったんだ、あのソムニウムは。私たちもモニターで見てたわ。ですが、僕らにもさっぱり。まあ、よくあることだ。夢というのは、本人の意識とは無関係に、必ずしも、こちらが期待するソムニウム世界に入れるとは限らない。じゃあ、あの人影については？もしかしたら、イリス本人かも。その可能性はあります。昨日も言った通り、シンカーは対象者の夢を客観的に三人称視点で経験するので。だとしたらイリスは前に瀬島とどこかで。あ、そういえばさっきのソムニウム、国会議員の瀬島が出てきたわね。で、人影と瀬島はキスを。あれは現実に起こったことなのか？そうとは限らないわ。伊達くんだって芸能人や AV 女優とキスする夢ぐらい見たことあるでしょ。前者はあるが後者はない。本当に？ま、とにかくそういうことよ。夢は確かに記憶によって構成されるものですが、その記憶の中にはテレビや映画で見たものも含まれるんです。つまり、仮にあの人影がイリスだったとしても、実際に瀬島とチューしたかどうかは。お前がチューって言うな。なんでだよ。じゃあイリスと瀬島に面識があるかどうかもわからないってことか。ええ、何しろ瀬島は著名人ですからね。テレビやネットで見ただけという可能性も。伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。わかった。突然薬で眠らせるなんて、警察って思ってたより乱暴なんですね。この部屋に来る前に同意書にサインしただろ。無理やりサインさせたんじゃないですか。それよりイリス、聞きたいことがある。イリスのことは伊達さんに任せますよ。私に何か聞きたいことが？今はそれよりもイリスのことを。別に普通ですけど、何か気分の悪くなるようなことをしたんですか？少し頭の中を覗かせてもらっただけだ。頭の中？夢？何のことですか？シンクの対象者はソムニウム世界を経験しない。言わなくても分かってるだろ。ええ、名前と顔なら。でも会ったことは。本当か？私ただのネットアイドルですよ。政治家の人と面識なんてあるわけないじゃないですか。イリス、もう一度聞かせてくれ。オータから送られてきたナイルにあった言葉。僕は絶対あのことは黙ってるから。あのことってなんだ？わかりません。
オータンが勝手に書いたものなので、オータンに直接聞いてください。アイボ、オータンの携帯は壊れてたはず。でもイリスにナイルを送ったってことは。オータンは昨日秋葉原で新しい携帯を購入している。番号は同じだな。ああ、かけてくれ。繋がったぞ。伊達だ、どこにいる？おい太田、聞こえてるんだろ？家だよ、家にいる。わかった、すぐに行くから待ってろ。アセトンちゃんまだ警察にいるんだよね？ん？僕から話が聞きたいならまずはアセトンちゃんを解放してあげて。刑事訴訟法第198条、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除いては出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができる。アセトンちゃんは被疑者じゃないけど。223条によると被疑者以外の参考人についてもこれは順用されると書いてあるよ。アセトンちゃんに逮捕状は出てるの？出てないよね。じゃあアセトンちゃんを解放しないと法律違反ってことになるけど。これは取引だよ。僕から話を聞きたいんでしょ？だったらアセトンちゃんを僕の家まで連れてきて、そしたら知ってること全部話すから。ああ、なんか無性に腹立つな、あいつ。で、どうするんだ？くそ。イリス、一緒に来てくれ。これから松下食堂に向かう。もしかして今オータンと喋ってたんですか？うん、テレパシーみたいなもんだ。俺にはそういう特殊能力があるんだよ。さあ、とにかく行くぞ。アセトンちゃん！オータン、ありがとう。おかげでこうして。まったく、警察だからって何をしてもいいわけ。そんなことより約束守ってもらうからな。そんなことを聞いて何になるんですか？帰りますよ。オータンに聞きたいことがあるんじゃないんですか？私暇じゃないんですけど。言いましたよね、それはオータンに聞いてください。アセトンちゃんが無事かどうかハラハラしてたよ。エロ同人みたいなこと伊達さんがしてるんじゃないかと思って気が気じゃなくて。私が左の眼下にいる限りそれはありえない。いなくてもだ。奥の居間にいる。テレビでも見てるんじゃないかな。そうか。っていうかそんなこと聞きに来たの？うん、買ったよ。昨日秋葉をぶらついてる時に。さてと、それじゃあ聞かせてもらおうか。あのことってなんだ？
あのこと？とぼけんなよ。お前がイリス宛てのナイルに書いた言葉だ。あー、それは。伊達さん、ちょっといい？ん？カウンターの隅に写真が置いてあるでしょ？ああ、置いてあるが、それが？その写真、よーく見てもらいたいんだ。写真を？そう、写真を。するぜ。今何時だ？日付が変わって月曜日の午前2時50分。お前は5時間近く意識を失ってたことになる。やったのは太田だな。ああ、中華鍋でお前の頭を。あの野郎、一体何を考えて。わからないが、あの後イースを連れて店を出て行ったのは確かだ。どうしてわかる？お前が意識を失った後も私は目の前の光景を見てたんだよ。その時の映像を記録してある。見てくれ。アセトンちゃん待ってて。今車取ってくるから。この魔女、うちの太田に近づかないでおくれ。アセトンちゃん、どうしたの？何かあった？ううん、何でもないの。じゃあ行こうか。どうして追跡しなかった？え？俺の目から飛び出して太田を追いかければよかっただろうが。仕方ないだろ、出られなかったんだ。太田に殴られた衝撃で可動部分の回路がショートして。伊達、ボスからだ。参ったな。一体なんて報告すりゃいいんだ。伊達くん、落ち着いて聞いて。今犯人が、とにかく映像を、アドレスは相棒に送ったわ。おい、犯人が映像。相棒、配信元は特定した。江東区有明4丁。おきゅいいから考え。それより一刻も。伊達、間もなく目的地に到着する。頼む、間に合ってくれ。大丈夫か？
さん。犯人は裏口から逃げた。待ってろ、すぐに助けが来るからな。大丈夫だ、イリスは生存中。救助隊も間もなく到着する。だて、犯人を追え。わかった。犯人の足取りは依然としてつかめてないわ。倉庫外に設置された監視カメラにも犯人らしき人物の姿は全く。おそらくカメラのない裏道を通って逃げたんでしょうね。あの白熊の着ぐるみを着たまま途中で脱いで海にでも放り込んだんじゃない。何か重りになるようなものを詰めてたんだとしたら浮かんでは来ないだろうしな。そのことなら相棒に聞いてくれる？ああ、すでに調査済みだ。沖浦水産は我々が知っているあの…やっぱり…現沖浦蓮司はか…じゃあ犯人…そういえば昨日イリスのソムニウム世界に出てきたわね。だがイリスは瀬島に会ったことはないと。じゃあ瀬島の方に確認してみたら。瀬島の家は確か麻布だったな。行ってみるか。二人が搬送されたのは中央病院。太田の手術は無事に終わって今は術後の処置をしてるところ。命に別状はないそうよ。でもイリスの方はまだ手術中か。ええ、イリスは左の眼球をくり抜かれている。言うまでもなく視神経は脳と接続しているわけだから当然手術にも時間がかかるのだろう。もちろんしたわ。瞳は病院でイリスの手術が終わるのを待ってるみたい。真由美の方は？同じく病院にいたんだけど太田の方は手術が終わったから。それで着替えやら何やら太田の入院に必要なものを自宅に取りに戻ったそうよ。伊達、真由美は昨夜太田とイリスの後を追って店を出ている。もしかしたら彼女は何か知ってるかも。あ、そうだな。真由美から一度話を聞いてみるか。まだやってる最中だけど、これといって重要なものは。伊達君、相棒、もう一度あの倉庫に行って調べてきてよ。あなたたちなら何か有効な手がかりを見つけられるかもしれないし。今全員本庁の方で事情聴取を受けてるわ。順番待ちの列は長そうよ。だったら水木から話を聞けばいい。そっか、あいつも一応沖浦家の一族だからな。ていうかそういえば、なあボス、昨日あれから水木のところに誰か向かわせてくれたか。まったく今さら聞いてくるなんて呆れるわ。大丈夫よ、新人の女性警官に保護させたわ。でその後伊達君の家に連れて帰って、今も一緒にいるんじゃないかしら。水木は自宅か。
相当おかんむりだろうな。黙ってあの怪獣の店に置き去りにしてきたわけだから。それじゃあボス、俺は捜査に。ええ、頼んだわよ。行くぞ相棒。了解だ。これらの車は本日未明午前3時17分。車が2台あるな。何にも同じ位置に止まっていた。ワンボックスとステーションワゴンか。このワンボックスは松下家が所有しているものだ。食材の仕入れ等に使われていたらしい。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。ハンドルやシフトレバーから太田の指紋が検出された。あとは助手席の周辺からイリスの指紋を。最近付着した指紋はそれだけだ。他に車内から見つかったものは？一つある。なんだ？太田の携帯だ。二日前、秋葉原で購入したばかりの。運転席のシートの下に潜り込んでいたらしい。その携帯は今どこに？現在、鑑識の方で内部のデータを調べている。このステーションワゴンは盗難車だ。盗難車？ゆうべ車の所有者から警察に盗難届が出されている。盗まれたのは昨日の午後10時33分。場所は東京都府中市甲州街道沿いにあるコンビニファミリーストアの駐車場だ。ファミストの駐車場。所有者がエンジンをかけたままファミストの店内で買い物をしていたところ盗まれたらしい。いや、盗まれたというよりも奪われたと言った方が的確か。この車を奪ったのは太田だ。え？太田がこの車に乗り込み逃走した。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラがその時の様子をバッチリと捉えている。またこの車のハンドルからは太田の指紋も検出された。奪ったのは太田で間違いない。例の白熊の動画配信が始まったのは確か今日の午前3時頃だったな。そうだ。それから10分ほどして太田が画面の中に。太田が車を奪ったのは昨日の午後10時33分。動画内に姿を現したのはその4時間半後ってことになるが。この周辺には他に手がかりになりそうなものは見当たらない。そうだな。倉庫の中を調べてみよう。寒いな。空調の機械はすでに止められている。だが壁の断熱材のせいで室温は今日の未明に訪れた時とさほど変わっていない。さっさと操作を終わらせないと投資しちまいそうだな。じゃあとっとと始めてくれ。
一通り現場を調べてみました。千葉の家計圏が電熱線の入ったインナーを開発してくれたんです。でも挙動が不安定で、あったかくなったり寒くなったりするんですよ。ちなみにここにいる警官や鑑識官は全員同じやつを着用してます。冗談ですよね。前に聞いたことがあったか。はい、聞いたことがあります。待ってくれ、今思い出す。確かグラスみたいな名前なんだよな。どんな覚え方してるんですか。っていうかそれギリでキラキラネームですよ。思い出しましたか。もうここまで出かかってるんだ。確か3文字でカタカナで書いた場合、その総画数が9になるんだ。だからどんな覚え方してるんですか。まだ出ませんか。いや、もうここまで来てる。3文字で総画数が9ってことはクジラなわけないもんな。ないですね。もう私から教えましょうか。いや、ヒントをくれ。はじめの音はカです。カから始まる3文字で総画数が9か。もうなぞなぞですね。カニザか。もうそれでいいです。ですね。異性だったら物語の一つも始まるかもしれないんですけど。残念なのは俺も同じだ。いえ、今のところ特に。いえ、残念ながら独り身です。こんな仕事をしていると出会いも少なくて。事件が解決したらキャバクラでも行くか。お、いいですね。もちろん奢ってくれるんですよね。経費で落とす。今の発言は記録しておいた。後でボスに報告する。すまん、やっぱ割り勘で。なんでですか。今日の午前3時頃、イリスはあの作業台で。太田が駆けつけなければアウトだっただろうな。氷の切断機だ。この機械について沖浦水産の関係者から証言が得られた。元からここに置かれていたもので、犯人が運んできたものではないらしい。指紋は？全く付着していない。他の遺留品も同様だ。倉庫内のどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。そうか。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。いずれも中古業者を介して購入されたもので、動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産株式会社だが、ルーターにはパスワードが記されていたから、それさえ見れば誰でも使用することが可能だ。あのフォークリフト、タイヤと床との接地面が凍りついてるな。
長いこと動かされてないってことか。ふむ。だが、だからなんだって言うんだ？いや、ちょっと気になっただけだよ。物がほとんど置いてないな。この倉庫は使われてないのか。
中目黒のキャバクラティーフブラウのレイカちゃんに似てるな。どこがだよ。あの部分だけ棚の影に隠れて暗くなってるな。気になるのか。ああ、だが明かりがないと見えそうもない。そんな時のために私がいるんだろうが。ん？何かあるな。近づいて拾ってみたらどうだ。驚きマンチョコか。そういえばお前3年ぐらい前に集めてたな。このチョコのおまけ、驚きマンシール。当時水木が欲しがってたから買い始めたんだが、そのうちお前の方がドハマりして。水木が興味を失ってもお前は一人でせっせとシールを集め続けて。ほろ苦い思い出だ。驚きマンチョコは甘かった。それにしても、なんでこんなもんがここに。何か手がかりになるかもしれん。後でじっくりと調べてみよう。寒。だて、そろそろ限界だ。重要なものはあらかた調べたし、別の場所に行ってみよう。ああ、賛成だ。どちら様ですか。伊達ですよ。昨日教えたでしょ。それに名刺も渡しましたし。はあ、それでご用件は。準備？何のことですか。太田君の入院に必要なものを取りに来たんじゃないんですか。太田が入院。あの子はピンピンしてますよ。変なこと言わないでください。ゆうべって何時ぐらいのことですか。10時前のことです。あ、その時間はもう寝てましたよ。寝てた。いや、そんなはずはない。あなたはイリスとオータを追ってこの店を出て行った。その時の光景はこの目で、左目でしっかりと確認してるんです。左目？どうして両目じゃないんですか。それは…とにかく昨夜私はどこにも出ちゃいませんよ。ぐっすりと眠って夢の中にいたんです。夢？そう、懐かしい夢を見て。あ、
これですか？まだ太田が小さかった頃、家族で撮った写真です。なんとなく眺めたくなってしまって。私はダメな母親なんです。昔から夫や息子に迷惑かけてばかりで、二人には何度助けてもらったかわかりません。なのに二人はとっても優しくてね。ある年の母の日に私にプレゼント。二人とも私が花柄が好きなことよく知ってたから、それでこの花柄のエプロンと包丁をくれたんですよ。私嬉しくて嬉しくてたまらなくて、自然と涙が溢れてきて。この写真はその時に撮ったものなんです。恥ずかしいですけど、いい写真でしょ？ええ、とても。さあ、一体どこをほっつき歩いてるんだか。伊達、真由美の夫、太田の父親について調べてみた。名前は松下健郎。5年前に心筋梗塞で亡くなっている。そんな、どういうことだ。このチョコに何か心当たりは？あら、あんたも驚きマンが好きなのかい？ええ、一時期ハマってましてね。うちの子も大好きでね。小さい頃は友達の中で一番のコレクターだったんですよ。確かあれは息子が小学校に上がったばかりの頃です。簡単なお使いを太田に頼んだんですが、あの子ったらどれだけ待っても帰ってこなくて。夫は心配ないって言ったんですが、私は辛抱できなくなって太田を探しに。そしたらあの子、近くの信号の前で立ち止まってしくしくと泣いてたんです。いつまでも信号が赤のままだから道を渡れなくて帰れなかったって。でもね、その信号ったら押しボタン式だったんですよ。あの子はそれに気づかずに赤信号の前でずっと立ち尽くして、まったく頑固っていうか馬鹿正直っていうか。だけどそんな太田のことが、私は可愛くて可愛くて仕方がなくてね。なあ、だてちょっと気づいたことがあるんだが、サーモモードで真由美を見てくれないか？わかるか？脳の一部が青く染まってるな。これはその部分の血流量が著しく少ないことを示している。つまり？そう、真由美は病気だ。彼女の通院記録を調べてみた。真由美は6年前から脳の機能障害、ディメンツを患っている。ディメンツ？症状は多岐にわたるが、真由美に認められるのは健忘だ。彼女の中からは様々な記憶が欠落している。なるほど、今までの不可解な発言はそのせいだったのか。だがそんな状態で食堂の経営なんかできるのか？経営はしてない。え？この飲食店松下食堂は8年前に潰れている。松下食堂は樺崎地区の近くにある。ギリギリ立ち入り禁止区域には入っていないから。だが化学工場の爆発によって来客数は相当減ったはずだ。もともとこの店の経営はブルームパークが存在するからこそ成り立っていた。ブルームパークを往来する客が園内で食べるよりも安いからという理由でこの店に立ち寄っていたのだ。ところが8年前にブルームパークは閉鎖、客足はパタリと途絶え、その結果。店が潰れたこと真由美は気づいてないのか？おそらく。ディメンツのせいで？ああ。なんてことだ。
さてと、もう話はいいですか。夜の営業の準備、そろそろ始めなきゃいけないもんで。伊達、行こう。彼女の世界を壊さない方がいい。そうだな。なあ水木、それそろそろやめてくれないか。聞きたいことがあるんだ。わかった、悪かったよ。実は昨日あの後暴力団の事務所に行ったんだ。熊倉組、沖浦とつながりがあるってマーブルのママが言ってただろ。それでいろいろと話を聞きに。だが小6のお前をそんなところに連れて行くわけにはいかなかった。だから。私、暴力団なんて怖くない。そんな連中3秒で息の根を止めてやる。物騒なこと言うなよ、女の子だろ。あ、それ性差別的な発言。そんなこと言ってるからモテないんだよ。俺はモテる。嘘つかないで。この4年間彼女がいた気配なんて一切なかったし。俺の彼女はくの一なんだ。はいはい。で、聞きたいことって何？私がいないときそのパソコンで変な動画見てるでしょ。変な動画って NTR がどうしたこうしたみたいな。バカ NTR じゃない、 NRT だ。成田空港に発着する旅客機の動画だよ。ていうかお前、人のパソコン勝手に触んじゃねえよ。この前届いてたカード会社からの督促状、その中に入れといたから。4年前、水木はよくあの中に隠れてお前のことを脅かしたよな。ああ、その度に俺は叱りつけて。だが最近じゃあもうそんな子供じみた遊びをすることもなくなった。実に喜ばしいことだ。そうかな。本当はちょっと寂しいと思ってるんじゃないか。
なあ水木、冷蔵庫で飼ってるクリオネ、いい加減どうにかしてくれないか。別にいいでしょ。よくないだろ。一匹や二匹だったらまだしも、すでに百匹近くいるんだぞ。しょうがないじゃん、繁殖しちゃったんだから。ねえ、そこに伊達の服かけるのやめてもらえない？なんでだよ。加齢臭が映るから。で、確かに俺はインド料理が好きだが。伊達、そういう意味じゃないと思うぞ。昨日マーブルまでお前を迎えに行った女性警官は？帰ってもらったよ。定期的に連絡するから心配しないでって言って。そっか。何そのがっかり感。もしかして彼女目当てでここに来たとか？別にそういうわけじゃ。貧乳だったよ。あ、伊達はむしろ貧乳がタイプか。巨乳も好きだ。もうなんだな。午前3時の動画ネットで見てたから知ってる。オータンすごいよね。ちょっと見直しちゃった。オータの手術は無事に終わった。イリスの方はまだだが、きっと大丈夫。イリスの手術も成功するさ。何の根拠もないのにそうやって楽観的なこと言うの、伊達のいいとこだと思う。え？私も信じてる。イリスの手術は絶対成功するって。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、パパとは何の関係もないと思うよ。17年前におじいちゃんが亡くなってから沖浦家とは何の関係もない人が社長やってるし。私が生まれる前に死んじゃったから私は会ったことないんだけど、でも話だけはパパから聞いたことがあって。どんな話だ？おじいちゃんがひいおばあちゃんのお腹の中にいる時、ひいおばあちゃんを乗せた客船が嵐に巻き込まれてナンパしちゃったんだって。その時ひいおばあちゃんは臨月を迎えてて、おじいちゃんは海の中で産み落とされたんだ。海の中で？うん。それからおじいちゃんはイルカに育てられて、は？16歳になった頃には素手でカツオを捕まえられるぐらいの腕前に。その後おじいちゃんは陸に上がって人間の言葉や文化を学習し、いろいろあって沖浦水産を立ち上げることになったんだって。なんかの伝説かよ。そう、当時のおじいちゃんは生きた伝説。漁師や船乗りたちからも一目置かれるレジェンド的な存在だったんだ。水木、話を聞かせてくれてありがとう。参考になったよ。参考になったか。俺は捜査を続けなきゃいけないからこれで。待ってよ、
また置き去りにするつもり？私も一緒に行く。ダメだ。なんで？お前を危険なことに巻き込むわけには。大丈夫だよ。だって私強いもん。私がどれだけの力を持ってるか伊達だって知ってるでしょ。っていうかそもそも私の能力を引き出してくれたの伊達自身じゃん。お前それどうしたんだ。誰にやられた。クラスのやつら、男子とか女子とか全部で 5,6 人はいたかな。パパやママと一緒に暮らしてないなんておかしいってからかわれて、それで私ムッとして言い返したら向こうの方から手出してきて。そいつらの名前を教えろ。俺が半殺しにしてやる。伊達、その判断は浅はかだ。この種の問題に大人が介入したところでその場しのぎの対症療法にしかならない。瑞希が自分自身の力で解決しない限り同じことの繰り返しだ。瑞希、これから時間をかけてお前を特訓する。そいつらをぶちのめす力をお前に授けるってことだ。早速だが今から始めるぞ。準備しろ。なんで神社？特訓といえば神社だろう。特訓といえば神社なの？こういう厳かな場所でやった方が気が引き締まるのだよ。まあ何でもいいけど。じゃあまずはお前が強くなるために必要な4つの極意を教える。この4つさえ守ればお前は誰にも負けないスーパーパワーを手に入れることができるだろう。なんかだってさっきからキャラ違くない？伊達ではない。修行中は師匠と呼べ。ねえ伊達、あれって何なの？お前手水屋を知らないのか？あそこは参拝の前にへそを洗う場所だよ。おへそ？そうだ。神道ではへそというのが最も汚れた場所であるとされているんだ。だから神に祈りを捧げる前に聖なる水でへそを清めておく必要があるんだよ。へえ、そうなんだ。あ、今のダジャレじゃないからね。伊達、さっき瑞希に嘘を教えただろう。ん？へその話だよ。瑞希のやつ、すっかり信じ込んでしまったみたいだぞ。ま、そのうち気づくだろう。あの石碑なんて書いてあるの？エレベーターから降りるとき、乗ってる人をおもんばかって閉じるボタンを連打する人がいるけど、あれ全く意味ないからって書いてあるな。絶対嘘だよね。ねえ伊達、あの縄ってなんて言うんだっけ？しめ縄だ。漢字では注ぎ連ねる縄と書く。古代の中国で水を注いで連ねた縄が魔除けとして使われていたことからそう書かれるようになったらしい。自分から聞いといてねんなよ。
喧嘩をするには絶対に気持ちの面でも勝っておく必要がある。絶対に負けないぞってそういうこと？ああ、そうだ。キャバクラに行くときと同じだな。店に行く前からどうせモテないってふてくされてたんじゃ、モテるもんもモテなくなる。勝負はもう店のドアノブに手をかけた瞬間から始まってるんだ。うん、確かにその通りだねってなるわけないじゃん。喧嘩になったら相手の心を折るのが大切だみたいな話？いや、そうではない。心を殺すのは瑞希、お前の方だ。どういうこと？喧嘩の最中だけは自分の中から哀れみや情けの感情を殺すんだ。相手を一人の人間として考えたら、そもそも喧嘩なんかは不可能。敵と拳を交えるその瞬間だけは、目の前のそいつをパンチングマシーンかこんにゃく人間だと考えるんだ。こんにゃく人間って？瑞希、誰にも負けない方法を知ってるか？え、そもそも喧嘩をしないとか？それも一つの回答だが、お前が今身につけるべきなのはそれではない。誰にも負けない方法、それは先手を取ってその一発で相手を仕留めてしまうことだ。言ってることはわかるけど。もちろんそうしろと言っているわけではない。だがこのことを知っているかいないかで喧嘩の成果に大きな差が出る。それはいいんだけど、伊達のそのキャラマジで何なの？伊達ではない、師匠だ。なんで？日々の生活を丁寧にこなすことが一番のトレーニングになるのだよ。適切な食事や生活リズムは強い肉体を形成する。さらに他人の気持ちを考え、気を配りながら日常生活を送れば、喧嘩で相手の一手を先読みするのに役立つのだ。なるほどね。でもそれじゃあめちゃめちゃ不摂生をしてる伊達はめちゃめちゃ喧嘩が弱いってことにならない？風が出てきたな。いや、なんとなくかっこいいこと言ってもごまかされないから。とにかくこれら4つの極意を実践すればお前は強くなれるはずだ。眉唾だな。俺を信じろ。言う通りにしたら一月後には俺に感謝することになる。本当かな？どれ、その時のお前と比較するため今のお前の強さを見せてみろ。強さを見せるってどうやって？そうだな、一発パンチの振りでも見せてくれ。そうしたら大体のことはわかる。よくわからないけど、とりあえずやってみるね。まずは目を閉じて意識を集中しろ。こう？そうだ。そして思い切り拳を突き出す。どうだった？いや、
気を使わなくてもいいよ。まだまだなのは分かってるから。そういえばなんだが、お前いじめっ子たちに殴り返しはしたか？ううん、私の方からは手出してない。だって相手はたくさんいたし、どうせ金一個ないって思ったから。そうか、こいつ自分の力に気づいてないのかみたいだな。水木、なんというかその、もう少し自分に自信を持ってもいいと思うぞ。え？ただ師匠にだけは歯向かうなよ、絶対だからな。ああそうだな、確かにお前は恐ろしいぐらいに強い。じゃあ。だがダメだ、お前を捜査には連れていけない。どうして？どうしてもだ、沖浦から責任を持って預かった以上、お前を危険な目に遭わせるわけにはいかないんだよ。ずるいよ、パパのこと出すなんて。イリスとオータも同じだ、そんなことは望んじゃいないはず。分かってくれ、もしもお前の力が必要になったらその時には言うから。本当に？ああ、約束だよ。約束だ。さあ行くぞ相棒。次はどこに？
大丈夫ですか？伊達さん、看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって、命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして、力が抜けてしまって。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でももう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。